実はこれから催眠術をかけてもらうお手伝いさんをこの中から一人お願いしたいんですけれども、どなたかいらっしゃいますか？正座の拍手お願いします。よろしくお願いします。催眠術をかけます。そうすると本来ここに書いてあるはずの写真の人が別の写真に見えてしまうという、そういう術なんですよ。皆さんにだけこれをお見せします。口に出して言っちゃダメですよ。さあめくります。この人です。言っちゃダメよ、言っちゃダメね。はい、この有名人です。はい、それでは金子さんに見えないようにもう一回ね、カバーをしてから催眠術をかけたいと思います。この五円玉をちょっと見ていただいていいですか？じーっと見ていただいて、ちょっと揺らしますよ。はい、 OK、 かかりました。これでこの写真を今から見ていただきます。何に見えるか、じゃあこの写真をじゃあ手に持っていただいてよろしいですか？ハンカチをめくりますよ。はい、この人の写真は誰でしょうか？アインシュタインです。もう一回見えます。アインシュタイン。アインシュタインに見えてるそうですよ。すごい。本当にアインシュタインに見えますか？本当にアインシュタイン？そうですね、アインシュタインじゃないかと思いますけど。どうして？ということです。アインシュタインにしか見えないそうです。じゃあ皆さんにはどう見えるか、これをひっくり返して皆さんに見せてください。はい、じゃあ皆さんにはどう見るか聞いてみましょうか。この写真皆さんには何と見えますでしょうか？せーので言ってください。せーの、マリリン・モンロー。ありがとうございます。これ本当はマリリン・モンローの写真なんですよ。マリリン・モンローなんですよこれ。どこ撮ったのマリリン・モンロー。ほら、まったくマリリン・モンローなの。完全にかかってます。男性だと思ってたんですけど。そうですね、そういう催眠術をかけたんですよ。ああ、そうですか。ということで、どうなってるの？